ャレン蓮華。ご紹介ありがとうございます、岡山ラズレン蓮華と申します。まず2日間岡山桃太郎祭り浦社本当にありがとうございました。ありがとうございます。今年度のテーマは花火。皆さんにとって花火とはどんな存在でしょうか。音が鳴るだけで、少し見えるだけで心がワクワクしてしまう、そんな存在に私たちはなりたいと思いを込めてこの演目を作らせていただきました。第29回浦社のテーマを伝える。こうして人は変われど、思いが変わらないからこそ蓮華が、そして浦社が続いていると思います。私たちの思いを後世に伝え、この先も浦社が、蓮華が続いていきますようにと願いを込めて、この最後踊らせていただきます。願いを込めてドドンと放つわ蓮華草、どうぞよろしくお願いいたします。さあドドンと、年に一度この日のために心を